目的を達成しようとするとき、往々にして物事は予定通りにはいかない。教科書やマニュアルに書いてある正解は、フィールドのリアルの前ではただの空論に過ぎない。予定していた作戦が通用しなかったとき、凡人はパニックになったり、安心するために失敗の原因を探す。これは敗者の思考だ。この試合の目的は何だ、アンリちゃん。勝つことです。そう、勝者は決して目的を見失わず、挑戦を切り替え、予定していた作戦が失敗しようとも、目的を目指し続ければ、その状況は新たな挑戦となる。それが、アドリブに必要な思考。ブルーロックに指示待ち凡人はいらない。欲しいのは、自分の挑戦を自分で見つけられるエゴイストだ。そして、イトシリンは、誰よりも早く挑戦に向かい、イサギヨイチはそれに呼応した。お願いいたします。創水が、ビースト。